はい、こんにちは、116インズです。各チームのスプリングトレーニングもいよいよ本格始動といった具合で、野球の季節が近づいてきたなぁと感じる今日この頃。SNS など見ていても選手のトレーニング風景ですとか、ブルペンの様子ですとか、そういった映像が流れてくる機会もだいぶ増えてきた印象で、シーズンの始まりが近いことをより強く実感しつつあります。長かった冬ももうすぐ終わり、また野球漬けの日々が始まるんだなと非常にワクワクしています。 ただそんな春の訪れを感じる時期ではありますが、一方で MLB の移籍市場で気になるとしたらまだ大物 FA 選手、結構な数が今季の所属先をまだ決めていませんよね。具体名を挙げますと昨年見事なバウンスバックイヤーとなったコーディ・ベリンジャー、昨年自身2度目となるサイヤング賞に輝いたブレイク・スネル、昨年レンジャーズ初の世界一に大きく貢献したジョーダン・モンゴメリー、JD ・マルティネス、マイク・クレビンジャーなどなど、契約さえ決まってしまえばすぐに主力選手となるだけのレベルの選手たちの契約が全然決まる気配がないと。 まあ今、市場に残っている主要選手のうち、結構な数がスコット・ボラスを代理人に持つ選手たちですので、どうにかいい条件を引き出そうとするボラスサイドの作戦なのかもしれませんが、私みたいなただのファンからすると、本当にここまで引っ張って大丈夫なのかと、心配してしまうばかり。近年はそうでもなかったですが、2018年オフも、大物選手の契約がなかなか決まらず、非常に市場の動きがゆっくりだった記憶がありますが、今年の主要選手の残りプリを見ますと、個人的にはそれを思い出すような、そんなスローペースな市場なのかなとも思いました。 しかし昨日、とあるチームが一人の大物 FA 選手獲得を議論したという話が流れてきまして、MLE ファンの話題を呼びました。シアトルタイムズのライアン・デビッシュ記者の記事によれば、どうもマリナーズがサードの大物選手、マット・チャップマン獲得について内部で議論したようなんですね。チャップマンもボラスクライアントでして、まだ今期のショーク先が決まっていません。確かにマリナーズを直近2シーズンサードのレギュラーとして活躍したエフェニオスワレスを2足3本の見返りでダイヤモンドバックスへ放出。 現状の戦力ですと、ジョシュ・ロハスとルイス・ウリアスのプラトーンでサードをどうにかしようとしていますんで、まあ、スワレスが本来の力を発揮できた場合と比較したらややダウングレード。自らの手でサードを弱点としてしまいましたんで、確かにチャップマンは来てくれればフィットはすると思います。 とはいえまあ普通に考えてボラスを代理人に持つ選手ですからそう安い金額でシアトルに来てくれるとは考えにくくテレビ放映収益の見通しが不透明となりコンファ一貫して金なしムーブを見せてきたマリナーズがどの程度の真剣度かはともかくそんなチャップマン獲得を議論したという事実自体は少し意外な部分もありましたかね。 チャップマンはコンフ野手市場の中ではトップクラスの選手で、高水準のサード守備とパンチ力が魅力の30歳、2021年までアセチックスでプレイしていましたので、マリナーズも対戦相手としてよく知っている選手ですし、またアセチックスからの放出が現実味を帯びた際に、マリナーズも獲得にかなり興味を持っていたともされています。 昨年はブルージーズで140試合に出場し、ホームラン17本 WRC プラス110、ベースボールレファレンスサンスのウィンザーウリプレイスメントで4.4を叩き出し、これは昨年80%以上サードを守った選手の中では MLB4 位の高成績。バッティング面に関しては決してズバ抜けた存在ではないかもしれませんが、チャップマンはとにかく守備面で計算ができる選手ですので、総合的な貢献という意味では確かな価値を発揮できる選手ですし、サードの状況が不透明なマリナーズにあって、チャップマンレベルのサードがチームに加入すれば間違いなく現状からはアップグレードであります。 シアトルに来る打者で心配されるのは MLB でトップクラスに投手に有利な環境である本拠地 T モバイルパークでしっかり成績を残せるのかという点ですが、チャップマンに関しては打球指標は素晴らしいですので、一定以上のパワーはマリナーズに来たとしてもしっかり発揮してくれるのではないかと思っています。 昨年のチャップマンの平均打球初速93.4マイルは MLB 上位2%の水準ですし、長打になりやすいとされるバレルの打球の割合、バレル率は昨年17.1%で、こちらも MLB 上位2%、95マイル以上の打球の割合であるハードヒット率についても56.4%ということで、こちらは一定打席以上の選手の中では MLB2 位。ハードコンタクトするポテンシャルに関してはしっかり示しているところであります。また、アセチックス出身の選手らしく、ストライクボールの見極めにも長けていて、ボール球スイング率18.9%は MLB 上位6%の少ない。 ななささとといいうことでボール球にも手を出さないゾーン管理を慎重とするマリナーズの方針にも合致していると言えるでしょうか昨年はホームラン17本止まりでしたが過去のシーズンのように20本30本くらい打てる選手でありますのでマリナーズ打線の貴重なパワーソースとなりうる選手ではあるでしょう今年今のところサードを守る予定のロハスにしてもウリアスにしてもセカンドをやるなら悪くはないバッティングのレベルですがサードのバッティングとしては物足りなさありますのでチャップマンのようなパンチ力加えることができるんだったらそれは当然チームとしても歓迎なのかなと思います ただまあ当然ながら他の多くのチームもそうですが、ここまでチャップマンが市場に残り続けている理由も当然あるわけです。少なくとも大型契約をポンと渡してもいいと感じられるような選手でもないというふうにもまた思ってはいます。チャップマンは今年の4月に31歳の誕生日を迎えます。一般的に選手のパフォーマンスのピークは20代後半とされる中で、31歳のシーズンからの大型契約、今以上の活躍を期待するのはどうでしょうかなかなかのリスクを伴うと思います。 また先ほどチャップマはバッティング面が決してズバ抜けてはいないという話もしましたが、実際過去4年間における彼の WRC プラス見ましても、すべて120未満。もちろん平均以上には打っていますが、大型契約を渡すような選手に期待するほどの水準ではないでしょう。昨年は出だし好調でしたが、5月以降は一気に冷え込んでしまい、攻撃面で大きなインパクトを残すことができませんでした。打球指標があれだけいいのになぜと思われるかもしれませんが、理由は実にシンプルで、空振り、三振が多いから、 打者としての穴も現状のチャップマンに関しては多い印象です。中軸としてのパフォーマンスを期待していいかはかなり怪しいでしょうか。加えて自慢の守備についてもちょっと以前ほどではなくなってきた、なんならやや,や怪しさも出てきたんじゃないのかなと個人的には思ったりもしていまして、2018年、2019年と2年続けてプラチナグラブ賞を受賞した当時ほどの水準でないのは仕方ないとして、ベースボールサバンとの OAA のデータによれば、三遊間方向の横の動きが近年はマイナスとなっています。 もちろんそれでも他でプラスを稼げますので、トータルでは守備の良い,い選手であるんですが、30代に突入し、これからさらに年齢を重ねるごとに、レンジの問題はどうしても出てきてしまう気がするんですよね。まあ、あとはそもそもとして、チャップマー獲得するくらいだったら、守備は当然チャップマーほどではないにしても、似たような成績をもっと安く残せたであろう、スワレス残せよという結論にはなってしまうんですよね。チャップマーはブルージェイズからクオリファイングオファーも受けていますので、ドラフト指名権を捨てる価値もあるのかも考えなければなりません。 なのでまあ、マリナーズも本気でチャップマンと大型契約を結ぶ気はないと思うんですけどね。ディビッシュ記者の記事のトーン的に、マリナーズもものすごく真剣にチャップマン獲得を議論したという感じでもないと思っていますし、そもそもコストの問題があることはディビッシュ記者の記事とも指摘されていますので、現実的には無効の要求が下がらなければかなりハードルは高いんじゃないのかなと。 リポトさんも今日大物 FA 選手獲得の可能性があまり高くないということも話していましたが、例えばチャップマンの値段がさらに崩れて、例えば単年契約でもいいよとか、そういった余ほどの事態にでもならない限りは実現しないんじゃないでしょうかね。マリナーズが獲得を議論したという話もあくまで可能性として、単年契約を含めものすごくリスクをコントロールできるような形で獲得できそうになったらとか、そういった万が一の可能性に備えて一応考えた程度な気はしています。 編成的にも今年の前半戦はプラトーンでお茶を濁しつつ、それでかなり厳しいとなればトレードデッドラインで補強を目指してもいいと思いますし、2025年にはおそらくコール・ヤングが昇格してくると思いますので、そのタイミングでポランコをサードに回すという手もあるでしょうか。どうしても実績のある選手が欲しい。FA で大物選手を狙うのであれば、まだ2024年オフに FA となるアレックス・ブレグマン。まあ彼の獲得は必ずしもいいとは思っていませんが、ブレグマンを狙う方が方針としては今チャップマンは無理に狙いに行くよりも理解はできるというのが個人的な考えです。 ただもちろんこれに関しては皆さん様々な考えあると思いますので、ぜひコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。